皆さんこんにちは、レイカです。はい、最近ね、便秘だったりとか下痢だったりとか生理痛だったりとか、ちょっとイライラするとか、冷えとかね、あと子宮系卵巣系の病気だったりとか、もちろんお肌荒れもそうです。はい、いろんな悩みをたくさん抱えながら日々頑張っている女性がかなり多いこの時代ですが、皆さんご存知でしょうか。全てその不調っていうのは腸が悪さをしてるんですね。はい、なので腸を正しく整えてあげることで、はい、正しくが大事です。正しく整えてあげることで、そのね、不調っていうのはもつれた糸がほどけるかのようにだんだん楽になってくるんですね。はい、でその不調っていうのもだんだん改善していきますので、ぜひぜひ、はい、不調を抱えている方、そして、予防的にね、腸活を取り入れる方はぜひこのアカウントでしっかりと勉強していただきたいなというふうに思っております。はい、でここで皆さんにご質問なんですが、腸活をする上で一番重要なことってのは何かご存知でしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、良質な情報です。はい、我々専門家だけがですね、良質な情報を持っているだけでは私はダメだというふうに思っておりますので、良質な情報を皆さんにお届けできるようにこのアカウントではしっかりと発信していきますので、しっかり自分の、ね、ものにしていって、健康美容を自分のものにしていってください。はい、では皆さん綺麗に健康になりましょう。